はい、皆さんこんにちは、なみきです。今日はこちらマグレガーカントリークラブに来ております。お久しぶりでございますね。何度かお邪魔してますよね。はい、何度かお邪魔してますが、今日なぜここに来ているかと言いますと、まあ私から説明するよりですね、あの方をお呼びした方が早いので早速お呼びしたいと思いますということでお願いします。おはようございます。おはようございます、はい、マグレガーカントリークラブの松健さんですね。はい、松下です。よろしくお願いします。松下さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、マグレガーといえば松健さんぐらいになってますよね。いや、はい、今日ですね、ここに、はい、来させていただいたんですけども、はい、ありがとうございます。なんかちょっと気になるね、はい、プランというか、まあ、なんかあるそうなんですけども、はい、ね、一人ラウンドっていうのを、はい、やってまして、ほう、お一人で予約できるとか、はい、っていうのはいろいろやってらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、完全に一人でプレーをするっていう。あ、なるほど。誰とも組み合わせにはならない。あ、そういうことですか。普通の一人って、うん、まあ、こちら予約して誰かゴルフ場でガッチャンコするんですけど、 それもなし。それなしで完全にもう一人で完全にできますよっていうプランをずっとやってまして、とにかくね、短時間で終わる。ちなみにどれくらい？もう例えば6時に出たら、はい、バイソラと8時半にはもう帰る。え、早っ。あ、そっか、スルーで3時間もかかんない。18ホール回って18ホールもね、3時間だいたいかかんないです、うん、とにかくね、時短で時間を有効に使えるし、めちゃくちゃ、あ、お仕事行く前とかにちょっとやってから行けるっていう。そう本当に時間が短いのと、はい、やっぱり誰とも約束しなくていいでしょ。わかります。ゴルフってね、天気こう見てね、あ、確かに明日いいじゃん天気って言った時に、うんうんうん、もうその場で予約して、あ、めちゃくちゃいいですね、うん、だから結構夜中にバーって予約されたりするんだけど、あ、めちゃくちゃいいですね、うん、自分のだから予定に合わせてちょっとゴルフ1時間2時間入れようみたいな。そうそう、ちょっと入れようという感じで。めちゃくちゃありがたいですね。っていうのをちょっと直美さんに味わっていただきたくて今日来ていただきました。やった。リピーターのさんがすごく多くて、週に何回も来る人もいるし、絶対来ますよ。そういう風になってきちゃうんですよ ね、はい。あともう一つ、もう一つ、途中でね、はい、練習専用ホールっていうのがあるんですよ。おー、ほうほうほう、はい、そしたら何のホールぐらいでしたっけ。次のホールの左側に、はい、次のホールの左、練習場みたいなのがあるんですけど、はい、それが芝から260ヤード、うん、どこからでも打てる、アプローチグリーンもある、ね、バンカーもあるっていう、付き放題の貸し切りで使えるっていうのがあって、はいはいはい、ちょっと今日時間があったらそこもちょっと、そうですね、見てみていただきたいんですけども。もちろんあれですよね、はい、プレイしてるときはそこ打っちゃダメです。そう別の話ですね。そう別の。じゃあぜひ今日時間あればこの後行かせていただければなと思います。そこも大変好評で、おー、はい、なかなかないですよね、260でしかも芝から打てるって。そう、ね、はい、ということで行ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、レディースティーから今日も回っていきます。200ヤードです、はい、で、皆さん見てください。お、じゃじゃーん、ドライバー変わってます。まあ、以前安楽さんと一緒にいろいろ計測したのもあり、はい、プラス私も単純にこうパラダイム打たせていただいてめちゃくちゃいいなと思って。良かったですよね、データも良かったですよね、うん、なんで買いました。初打ちなんでちょっと皆さん分かんないです。右のバンカー方向がいいと思います。はい、お願いします。お願いします。おー、最高。おー、うん、やっぱミスにならない。ナイスショ。全然大きなミスになりませんね。で、見て、パラダイムちゃんのキャロウェイプレイヤーになりました。また雲が、これとセットコースで初打ちですけど、めっちゃいいわ。いい感じ、いい感じですよ ね。捕まってた、ドローが出てた、はい、よし、ちょっとピンより右でもいいですかね。右の方がいいと思います ね怖いですんで、はい、豪遊で。あ、まさかの、やばい、そっち入っちゃったんで暫定球。うわぁ、これいい当たりすぎちゃったかな、うん、うわ、向こう行っちゃったかも。どうします、あっち行きますか。多分ね、並木さん自分の飛距離をね、過小評価してますよ。最近は本当に距離で言うと確かに111だったら6ユーか、うん、まあ、7番アイアンでよかったんですよ。7番アイアンでもいいと思いますよ。なんですけど自信なさすぎて、うん、このコースに上がりすぎ、コースに負けました。2打目が入っちゃったんだ。
あっちで2打目がまず OB だったんで、2打目 OB で、だから4打目がさらに OB だった入っちゃったので、次7ですね。7打目です。すいません、7でいきます。失礼しました。うまいうまい。あ、早いな。早いね。あ、結構早かったですね。いや、でも今上手でしたね。ありがとうございます。ふわっと打てるようになってますね。以前苦手と言ってた。ちょっとスラかな。パチンって打っちゃった。あ、切れた。綺麗に10。はい。皆さんありました、先ほどマツケンさんがおっしゃってた練習用のコース。はい、あ、すごいな。グリーンも何個もある。めちゃくちゃ本格的。グリーンが2個あるな。ほんとコースそのまんま1ホール分抜いた感じですよね。ね、しっかり綺麗にグリーンも2個あって、バンカーもあって、でちゃんとこの芝もで、今ね、ちょっとティーグラウンド向かってる方、多分あの方使われるんですね、今からね。そうですね。これ時間制で1時間いくらって感じで使い放題なんですよ。いいな。あっちにティーグラウンドがあって、280ヤード先にこう2グリーンがあると。すごい。145もあるピンまで。じゃあ3番で行こうかな。これはね、いい当たりなの。めちゃくちゃいい当たりなんだけどね。お、上行った。ナイス。え、上行ったってどういうことですか。大丈夫ですか。そう、いいとこだと思う。しかも一人だとこのパークなんですね。ね。このなんていうんですか、海外にあるような。二人乗りというかね。二人乗りの、はい。一人ラウンドつっても、あの手引きカートとか担ぎとかじゃないからいいですよね。確かにカートこれついてくるんですよね。はい。いいとこ。いいとこありました。まあ危なかったですけどね。距離ぴったり。でさっきの見てるとちょっと速そうなので、イメージはそのもうエッジのところにピョッて落としたい。あ、トップトップしました。残念。でかいグリーンだ。長いな、ここのグリーン。でピンがあそこってすごいっすよ今日ね。エッジから3ヤード4ヤード。うわ、全然だ。結構惜しい。うわー、入ると思ったのに。今日はだから撮影だからね、もちろんスコアつけてますけど、僕本来だったらこの一人ラウンドって、はい、僕もそうなんですけど、普段って人と絶対回るから、うん、なんだかんだで結局スコアって気になるじゃないですか。だからちょっとそこはショットにも影響すると思ってて、ここだ一人だと思ったら何も怖がらずに普段の練習場通りの球を打とうっていうのがね、できる気がするんですよ。確かに。12番ホール473ヤードパー5です。パー 5? パー5か。噛みました、また。パラダイム行ってくれよ。うん、ナイスショー。強い球。おお。ちょっと飛んじゃってるから危ない。いや、全然大丈夫、全然大丈夫。すごいロースピンのいい球でした。本当ですか。うん。私も打った感じのこの抜け感がすごく気持ちかったです。この木の右のとこでもいいんですか。あの、その右に濃い葉っぱの木があるじゃないですか。はいはい、あっちでいいってことですか。あそこに打てたら最高。あそこの左ぐらいでいいってことですね。もっと右でもいいです。右でもいいですか。はい。あ、全然ダメ。あ、ラッキーだけど出てきました。いや難しいんですよね。やっぱ傾斜練習しなきゃ。もっとなんか さっきも他の視聴者さんにお会いしたときに、緊張しいねって言ってくださったんですけど。やっぱこうやって練習してるとそんなことないなって思います。まあ、はい。練習で上手いように見せてますからね。いや、やめてくださいよ、それまた。またちょっと、そんなん言うと、荒れちゃうじゃないですか。やめてください。3番ウッドで。ああ、全然さっきからダフってばっか。難しいですよね。今日全部ダフってません、私。
まあ、つま先上がりはね、ダフりやすいですね。ちょっとここは大きくいきます。はい。6ユーで。で、ダフラインよりね。そうね、左足下がりなんで球上がりにくいですからね。めちゃくちゃいいショット。はい。最高だ。やったりゃ、やったやった何何今なんて言いたかったんだろう。そう、なんて言ったかもわかんないし、なんて言いたかったかもわからない。まあそれぐらい嬉しかったってことですね。今のはめっちゃ嬉しいですよ。やったりや。ずっと傾斜で一ショット続きだったんで。うん。まあ10ヤードちょっと。うまーい。ナイス。いい感じだ。うん。ぴったり。距離。うん、ナイス。ある程度速さがあるから、うん、アプローチもこうイメージつきやすいです。転がってこう。確かに、うん、292ヤードのパー4です。うわ、すごいね。これめっちゃ良き。完璧じゃないですか、あんな狭いとこに。やっぱブレないですミスが。そうやって自信持って触れるってのも大事ですよね。いや、あと当たりが気持ちいいんです。おー、いいとこだ。よし、これを生かさなければ115上り入れてだったんで、じゃあ6位でいっか。あ、全然。今日こういう球ばっかだ。今ちょっと軽く打とうとしちゃったのかな、はい、もしかして。軽く打とうとしちゃいましたね。35、6。おー、33、56でいきます。わー、うまく打ったけどね。大きいかな。打った瞬間、なんか、打った瞬間、突風が。風めっちゃしなってますもん、ピンが。ほんとだ、見てください。こんな先は折れちゃう、折れちゃう。強すぎず、弱すぎず。惜しい。うん、ナイス。ボギー。上がってきてます。オッケーです。14番ホール。こちらが260って書いてたかな、今。うわ、めちゃくちゃいいね。めっちゃ良き。ナイス。やった。気持ちいい。めちゃくちゃいいね。ありがとうございます。だって旗超えたぞ。いや、素晴らしい。嬉しい。なんか並木ちゃん言ってる時飛んでる気がするんだよな、結構。本当ですか？また伸びました？なんとなく。さっきの。大きい伸びちゃったか。あのね、いや僕、ほら、余計。調子乗ってたら。たまたまこの間、並木ちゃんが出てるテレビ番組拝見しまして、あの、そこですごい飛距離伸びてたから。プライソンさん、あざといですね。あれですよね。プライソンさんが放送作家さんをやってらっしゃる番組ですよね。で、出させていただきました。内藤裕二さんの、はい、まあ、レッスン番組ですよね。はい。で、飛距離伸びてたんで、実際。なので、アイアンでいいと思います。あの、フォロー強いんで。本当だ。いきます。7番。うわー、強い球だな、これも。あ、サブグリーン乗っちゃった。うん。あ、でも、出てくれそう。あ、どうでしょうか。ナイスショ。ありがとうございます。難しいね。むずい。エッジから3ヤード以内。あ、うまい。仕方ない。あ、でも行っちゃう。最高だね、あれは。いや、自分的にも良かったんですけどね。いや、でも十分十分。ありがとうございます。ピンの半分ぐらいに寄ってますから、半ピンぐらいにこのピンで例えられるとなんかどうリアクションしていいかわかんないですおしい。今入ったどういうこと？入ってないよ。入った感じもしました。入ってないよ。イメージは。いきます。うん、まあナイスボギー。いや、今のパー取れましたね、絶対。いや、ボギーでいいんだ。なんか風がめっちゃ吹いてきましたね。続いて15番ホール349ヤードパー4です。
ウェイ。大丈夫かな。うわ、いや全然問題ないと思う。やばい。全然問題ないと思う。え、本当ですか。あんだけ飛んでれば。な、一応打っときますか、じゃあ。オッケー。オッケー。おお、T が後ろ飛んでる。なんか昔の人みたい。はあ、あのラフに。あ、あるわ。あった。いや、全然あります。なんならこの2機目より飛んでるじゃん、ちょっと。飛んでますよ、捕まってるから。やったー。本当だ、136だ。うん。ここ左の行き過ぎだけ気をつけてもらって。わかりました。ミスするなら右です。右。ああ、飛び出す。出ちゃえ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 。ああ、入ってるわ。まあでもね、左あれね、崖下がセーフなんでね、あの大トラブルになるあのバンカーの方が全然いいです。そうですね、はい、バンカー練習しときたいし。いや本当そうです、せっかくね一人で練習できるラウンドなんだから。今日まだバンカー打ってないんでね。うわうまっ、うまっ。おぉ、うまくいった。ナイス。ありがとうございます。うまい。マスターズの松山かと思った。いや、またそんな大げさに、みんなにコラって言われます。ほぼもうパター、ここもグリーンやと思ってもいいですか、ね、そうです、そうです。もう、ラフにワンバウンドもしない、するかしないか。フック。うん、ワンカップぐらいかな。うわ、落ちすぎた。これです、私の下手くそなの。確かに。ここの距離感が分かんないんですよ。ウェッジのが寄ってたかもしれない。私あるあるです。すごいね、普通のグリーンの上からだったらそこまで感狂わないのに。めっちゃこれ狂っちゃうんですよね、私。うわー、惜しい。もったいない。不思議。ちょっとやってみるとさ、パターと同じ距離感で。そうですね。せっかく練習ラウンドなんで、うん。パチンって打っちゃった。全くグリーンと同じ転がりすると思う。うん。うん、こんな感じか。うん。最初からこれでいいじゃないですかね。はい。ちょっとね、せっかくもうゴルフシーズンになってきたんで、飯島プロにね、一緒にね、コース来たいですね。ね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。